チューバーのセピロースです。ちょっとまだいい感じになってないんだけど、こんな感じです。どうかな、よいしょと、左側が日本語でジャパニーズ、右側が英語でイングリッシュという感じで、でもな、あんまり早くすぎるとできないんだけどこんな感じでコメントを自動翻訳して出すということができましたそう、まだね、ちゃんと黒い文字をちゃんと綺麗に出すとかそういうことができてないんだけどこれができるようになると海外の人も日本の人も面白いかなと思っております。どうでしょう、どうでしょう、良い、良いかな。すごい、すごいでもね、物によってはちょっと翻訳されなかったりとか、どんのこうのとかあったり、間違った翻訳とかなっちゃうかもしれないんだけど、あとなんかこの矢印が時々表示されて、これを押さないと次に進まないみたいな、ちょっぴりめんどくさいこともあったりするんだけど、はぁ、なになになに、ちょっと、まあでもこれができる、あ、でも配信上では一応日本語のやつだけ出していてっていうのを考えています。なんか、まあ、雑談だったらどっちも出してもいいけど、雑談だったらどっちも出してもいいかなって思うんだけど、多分ゲームとかだとスペースがなくなっちゃうので、とりあえず日本語だけ出して、コメントの方はこう皆さんでご自由に変えていただくみたいな感じがいいかなと思います。これは Google 翻訳さんの拡張機能というのを活用させていただきまして、こんな風に翻訳をしています。ライブ機能だとチャットのポップアウトっていう機能がチャットについてるんだけど、それでチャットのポップアウトをすると、Google さんの拡張機能の方で自分の言語に変更ができるので、変更っていうのかな、自分の言語に変えることができるので、それで文字、出す文字を揃えている感じになりますなので、まあ一応その翻訳のやり方みたいなのは概要欄に、まあそのうち載せると思うので、海外の方とかね、まあそういう方はそちらを見て自分の言語に合わせて変えていただければ、自分の言語で見れるかなっていうふうに思います。例えば今は英語になってるんだけど、いろんな言語があって、例えば、どうしよう、今ここに見えるなんかイタリア語とか、イタリア語にすると言葉が全部イタリア語に変わったりとかもしますので、まあ、好きなように好きなように変えていただいて、自分の読みやすい言葉で、これ良いですよね、これ便利だなと思って、ちょっと待ってね、今イタリア語にしちゃった。英語がね、ちょっと端っこにあって、ちょっと待ってね、英語はね、英語どこだ、英語どこ、全然見つけられないのだけれど、英語ここにありますね、英語よいしょよいしょみたいなね感じで良いかなと思いますめっちゃいい、よかったそう、全部英語になりますね、これで、本当にクール、ありがとうございます。イルマ文字、一応 Google 翻訳さんにある文字であれば何でもいけると思いますので、まあ、もしなんか
興味があったらどうぞご活用ください。もうちょっとセフィラの方で文字もっといい感じに出せないかなみたいなのは考えてみます。あとテスト、今日はテストでやっただけなので、テストでやっただけなので、こんな感じで終わりたいと思うんですけどそう、今日はね、ちょっとテストで翻訳ってどんな感じに見れるのかなっていうのをちょっとやってみようと思ってやっただけなので、それではおつめいろでした。バイバーイバイバーイ。あ、間違えた。待って待って